メッツキャスター大谷翔平の MVP 認めない。ドジャースの大谷翔平が最有力と言われるナ・リーグ MVP 争いに関して反対意見を述べて物議を醸している人物がいる。メッツの地元メディアのスポーツキャスターであるフィンケルスタイン氏が大谷の功績を認めないと主張している。大谷翔平がフランシスコ・ウィンドアよりも MVP の価値があると評価するつもりはない。大谷は指名打者として毎試合約7分から10分間プレーするだけです。彼は試合中にベンチ裏へ下がり、好きなだけスイングをし、イニングの合間にはマッサージを受けているかもしれない。そこで何が起こっているのかわからないけれど、大谷はリンドアよりもはるかに簡単な仕事をしている。プレー時間と MVP は全く関係ねえだろ。簡単な仕事してるやつより勝ちないやつばっかりやんけ。簡単な仕事さえできないやつがほとんど。投手と捕手以外はほとんどの時間経ってるだけ敵。言うて守備も数分やろプレー関わるの。この牽制ルールの DH の盗塁ですごいって言われても違和感あるの私だ。40-40とかホームランと盗塁の記録に熱狂してるのお前らだろ。マオを高い方が取ったらええよ。大谷翔平 FWAR6.26 RWAR6.56 リンドア FWAR6.54 RWAR5.81。 苦手な流れやらなくても MVP 取れたら味方流やったら余裕でまた MVP になるから何回 MVP 取るんやってなってしまう。少しでも可能性があるなら地元メディアが自分とこの選手を押すのは当たり前やろ。リンドアが取ってどうなるか見たい。そもそも普通の選手やったら今年1年リハビリしてるはずだしな。 MVP の候補になんで入ってるんやって感じ。こんな感じで急に当て馬にされた選手って今季何人目だ。リンドア本人もいい迷惑やな。 MVP 取れるなんてみじんも思ってないだろうな。おって守備減点でかすぎじゃね。加点はまあいいけど、トリプルスリー100打点でゴールデングラブ賞ならいけるか。またオズナが5個スカっとるわ。MVPR なら三冠王取った場合のこっちやろ。ブックメーカーのプロが大谷の MVP を 1.07 倍にしてるんだから離脱戦もせん限りほぼ堅やろ。二刀流大谷、打者成績と投手成績は分けて考えるべき。 DH 大谷、守備の時間も入れるべき。何このラブスター。管理人のつぶやき、大谷さんはリンドアよりもはるかに簡単な仕事をしている。さすがにリンドアも迷惑してそうですよね。史上6人目の 40-40 を試合数で20試合くらい縮めて史上最速で達成ですからね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。